ッチワークが可愛いなと思って、ネットで購入しました。いかがですかね皆さん。リックもどう？このソファ気に入ってくれた？どうかなリック。2人用でそんなに大きなソファーではありませんが、肘をかけるところがサイドにありませんので、まあ、2人座っても十分な広さがあると思います。リックもこのぐらい広さがあればね、いろいろ歩き回れるよね。どうリック十分？はい、どうぞ。こっち見て、パッチワークにすごい似合ってるねリックね。いい感じだよ。最近ステイホームの影響で家にいることが多いですので、ストレス解消もあるんでしょうけれども、ネットでいろいろお買い物することが前よりも多くなった気がします。どうだろうねリックね、買い物しちゃっていいかな。ありがとう。どう？はい、皆さん今日も最後までご視聴くださりありがとうございます。今日は新しいソファーを購入しましたので、皆さんにご紹介しました。いかがでしたでしょうか。また遊びに来てください。そして、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ではまたリックも一緒に、バイバーイ。ありがとうございます。